どうも、エルマです。本日はですね、ちょっとロケに来ておりまして、ちょっとね、俺的にも初めての経験なんですけども、あるセレクトショップさんに遊びに来ております。そのセレクトショップさんがちょっと面白い運営方法をとっておりまして、完全予約制なんですよ。なんかさ、お店とかってもうフラッと入って買い物とかできるんですけど、今回のお店に関してはもう住所が非公開で、予約をしないとそのね、場所を教えてもらえなくて、自分もね、今回アポを取らせていただいて、ね、その時に住所パッとここですっていうのを送られてきて、あの、ね、まさにね、遊びに来てる最中なんですよね。でね、こんな感じで場所がわからないように再生させてしまってるんですけど、そのお店がですね、こちら、じゃん、このクオンさんというショップにですね、本日遊びに来ております。いやね、このクオンっていうお店、最初見た時にもうこれね、いや、もうこの動画見てる方としたらわかるかな、あのね、ファイナルファンタジーの10-2 の主題歌の曲名で、これがね、いや、もう知らねえよって話だと思うんですけど、ちょっと勝手に共鳴をしまして、もうめちゃめちゃのゲームやってたん でこのクオンさんに関してはですね、いろんなドメスティックブランドだったりとか、あとね、古着もミックスしたいろいろね、商品展開になってて、かなり見応えのあるショップになってるので、自分もね、これから普通に買い物をしていこうと思うので、中にね、ショップのスタッフさんも待ってくれてるので、早速遊びに行ってみようと思います。はい、というわけでちょっとお店の中に入ってきたんですけど、いや、この時点でなかなかな物量ですね。でね、奥の方にも後ほどね、行こうと思うんですけど、あっちもですね、びっちし入っていて、こんな感じの小物まで、はい、ありますね。でね、ちょっと簡単に見させてもらったんですけど、こっちがなんかドメスティックコーナーみたいな。けどね、日によって商品構成っていうのは若干変わったりするんですけど、手前が結構ドメかな。けど、ところどころに結構古着も刺さってたりとかして。でね、なんか系統的には、なんかメンズも着れるんだけど、全然レディースの方も着れるようなアイテム結構混じってて、本当にいろんなジャンルのアイテムがひしめき合ってるような、本当面白いお店ですね。じゃあですね、今、スタッフさんもいらっしゃるので、ちょっとお話聞いてみましょうか。じゃあちょっと奥の方にいらっしゃると思うんですけど。はい。あはは。こんにちは。どうも。どうも。一斉くんです。一斉です。伊勢くんあれですよね、はい、何度か実はお会いをしていまして。お世話になっております。ですよね。YouTube もね、はい、やってるんですよね。やってます。で、伊勢くんはですね、クオンのショップのスタッフもやりながら、キャップブランドも。やっております。やってますよね。はい。はい、存じております。ありがとうございます。最近は。いやいや、知ってます。最近ジェダとのコラボも。そうなんです。やってて。すごくないですか？いや、びっくりしました。まだ始まって半年ぐらいなんですけど。ですよね。ありがたいことに。ね、で、アイテムもこちらに、ね、はい、並んでたりとかするので、ちょっとなんか、一勢くんのお話を聞きながら、はい、ちょっとお店の中ちょっと見させてもらっていいですか？ぜひ。はい、ちょっといろいろ。見せてください。ありがとうございます。あれ、ちょっと参加の、あ、ゆうじくんじゃないですか。よろしくお願いします。今日はじゃあこのお二人に、じゃあ、はい、いろいろと、え、僕が着れる洋服ありますか？たくさん。あれあれあれないけど、なんかちょっと見させてもらったんですけど、はい、ドメスティック系のアイテムもそうですし、大きいサイズのね、アイテムも結構あるんで、いや、いろいろちょっと着させてもらいますね。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっと、まだまだ春物とか、5月、6月ね、言うて肌寒い日多いんで、まあ、ジャケットだったり、シャツだったり、まあ、軽く着れるニットとかスウェットね、ちょっと見ていきたいんですけど、こんな感じで、ガンガン刺さってるんでね。いやー、結構好きそうなのあるんでね、ちょっと見ていきますね。はい、で、ここら辺が結構、ドメコーナーみたいな。あ、デニムっすねー。ここら辺。あ、結構パンツ関係も、ここら辺に刺さってて。ちなみになんですけど、早速聞きたいんですけど、はい、いろんなドメスティックブランド入ってるじゃないですか。はい、ブランド的には、どこら辺が人気なんですか、クオンさんは。あ、今期人気だったベースマークさん。ベースマークさん、かなり人気。あ、かなり人気でしたね。あれ、ちょっと、インスタ見てて、欲しいと思ったんですけど、もうないんですか？チノパンはないです、ね。え？チノパンは今売り切れてしまってて、え？一応デニムの同じ形のものが。ですよね。そう。あれ、一世君持ってなかった？僕、チノパンの方、買います。同じシルエットの。そう、全く同じ。これはラスト言ってんだと思う。ちょっと。デニムも結構の数入ったんですけど、これがラスト言ってる。マジ？いや、いいよね。あれ、ブランド的にはユニセックスブランドなんですか？あ、そうです。ユニセックスで提案してるブランドさんで、東京ファッションウィークとかも歩いてるブランドで。ですよね。本当に今まさに勢いのあるブランドさんというところで、俺も気になってたんで。お、ベースマークさんは他にあるんですか、アイテムは？もうデニムぐらい。うちで取り扱ってるのはチノパンとパンツ類で。うわぁ、すげぇ。仲介があって、あ、そういうことか。はい、なるほどね。うわ、もう、ないんだ。もうないです、ね。売ってますね、これが。早いで、ベースマークさんだったりとか、あとはどこら辺が人気なんですか？ヘオスが、ジェダさんはもう安定的に。ああ、そっかそっかそっか。ジェダさん使ってますもんね。ヘオスさんが、
今年すごく売れました。23の AW の展示会をこの間までしたんですけど、はい、次のその秋冬物の、オーダーが結構うちで入ったんで、次ちょっと8月9月ぐらいからヘオスさん一気にガンと来るんじゃないかなっていうのは、うちの雰囲気としてはありますね。面白いな、いろいろ。なんか俺になんか似合いそうなアイテムなんかありますか？これ先週入ったっけ？3日4日前ぐらいに入ったファッチーズっていうブランドさんの、あ、はいはいはい、知ってます。 SS のセットアップですね、デニムの。かわいい、なんかちょっとフリンジがついて、はい、あ、今トレンドっすもんね。これセットアップで着れるんですか？あ、そうです、セットアップで。激アツじゃないですか。ただパンツ単体での提案もしているので。まさにここら辺ですよね。はい、そこら辺のアイテムになりますね。これデニムだけじゃなくてこのブラックもあるんだ。あります。うわ、これいいじゃん。ブラックデニム今めちゃくちゃ熱いんで、これめちゃ良きじゃない。で、フレアパンツなんですよね、これが。しっかり裾なんかもうクッションさせながら、ブーツと合わせたいですね、これ。めっちゃいいじゃん、フリンジの感じとか。これが3色展開ですか？このブラックとあとインディゴみたいな。それが洗いかかってるやつで、で、これはセットアップじゃなくてパンツだけ提案になってるんですけど。いきなりいいな、おい。これはブラックもセットで着れるみたいな、はい、セットで着れます。このその裾のフリンジの感じがこれ好きなんだよね、この感じ。まさしくうるまさんのために作られたセットアップです。お、そうなんだ。これさ、はい、なんか上さ、なんか身幅そんなになんか広くないから、それこそちょっと上ね、小さめに着れるというか、はい、ショートジャケットとして。いいね。けどなんかこういう色味が柔らかいアイテムとかもあるんですね、ブランド的には。はい、それはエレファントトライバルファブリックスで、ちょっといきなり違うブランドが混ざってはいるんですけど。あ、ここのパンツは同じブランドだけど、これ違うんですね、はい、そうです、そっちはエレファント。今のブランもう一回ブランド見てもらっていいですか？エレファントトライバルファブリックスです。はい、ちょっと変わんない。これいいね。一番夏感のある、ニットポロをちょっとオーバーサイズにして、おじいちゃん感をなくしたってデザイナーさんの方が言ってました。いや、こんなんね、もうおじいちゃん感全然ないです。こんなの着たらめちゃめちゃおしゃれやん。色味とゆるっとしたシルエットがめちゃくちゃ今っぽくていいなと思って。ね、夏だね。夏からですね、こちらは。これにサンダルとかさ。確かに。こんな。これ一世君似合いそうじゃない？なんなら。僕好きっすね、こういう。このハイトーン。ハイトーンズですよね。そうです。似合う似合う似合う。こういうなんかレザーのサンダル合わせてもいいし。ハイトーンにしてからこういうね、ちょっとペールトーンしたくなりますよ ね。なんかちょっとやっぱイケメンだから何でも似合う。いやいやいや、ありがとうございます。この店はあれですね、認めるスタイルですね。あ、そうですね。否定はないお店です。否定はないスタイルってことですね。あれですね、やっぱ運用スタイルもやっぱ新しいし、ショップのスタッフさんも新しいっすね。でも俺完全予約制でしょ？そう、完全予約制でございます。なんかちょっと今回ワクワクしちゃって、はい、実際に来店の予約をしてから受賞投げてもらったじゃないですか、はい、なんかちょっとした RPG ゲーム感というか。なんか普通になんか公開されてないから、はい、あ、これこう合ってんのかなって思いながら来るのがめっちゃ楽しかったです。時間まではカーテン下げてるんで、完全にわからないようにはしてますね。なんか新しいね。そうっすね。で、ショップスタッフさんも皆さんね、はい、なんかいろんな独自の活動とかしてません？はい、あ、結構多岐にわたる活動というか、ちょっとかっこいい言い方しちゃいましたけど。そうだよね。だって、キュウジ君も自分で、はい、パンツブランドとか。あ、そうです。一応、自分のブランドではないんですけど、うん、会社としてプロジェクトで、ですよね。複数人でやらせてもらってますね。やってたりとか、で、伊勢君さっきも話したけど、キャンププランドやったりとか、うん、で、他のインフルエンサーさんと一緒にお仕事したりとか、うん、そうです。いろいろあるしね。これ、買い付けの担当とか結構分かれてるんですか？買い付けの担当も本当にその人の色を出せるように、おのおので仕入れて並べるっていう感じでやっております。ケイジ君はどこら辺担当なの？僕は奥の方の奥。はい、あ、ドメスティックブランドは全部あれです、会社として買い付けを行って。そうなんですね。間違いバラバラとバラバラです。すごい、またなんかそれも新しいし、あ、これあれじゃないですか、のぞくさんじゃないですか。はい、あ、でも私も大好きな、これこそ一世が担当してる。僕の担当です。あ、そうなんだ。はい、じゃあ僕ものぞく好きなんで、実はデザイナーさんから僕が取ります。うるまさんがいつもよくしてくれてる。いや、今日つけてるネックレスものぞくっすよ、俺。これのぞくなんですね。最近の、そうそうそう、ビーズのやつとか。ちょっとこれやってる人も僕の全然職の先輩です。近い。のぞくのギークスターで取り扱ってるんですけど。あ、そうだよね。そう、堂々っていう。すげえな。めちゃめちゃ近いじゃん。これ、いいよね。これめちゃくちゃ売れてますね。あ、そうだね。これなんかこういう風に。はい。そうです。お値段もお手頃なんで。え、いくらぐらいなんですか、これ。9900円です。お、安っ。いいやん。1万円切ります。いいね。なんかイタリアのウールを使って作ってるんで、結構素材もそれ使ってて、この値段はお安いかなと思いますね。いや、これなんかね、なんかスペースガールを最近垂らしたいというか。わかります。
ですよね。皆さんも多分そうなります。ちっちゃいね。でも俺的には、まあ、あの一応動画ではですね、年齢非公表なんですけど、世代的にはですね、そうなんですね。そう、でも浜崎あゆみがちょっとここら辺なんかちょっとつけてるような、つなげるものを感じるんですけど、僕世代が違うんで、全然。あ、ごめんなさい。派手なに弱かった。なんかあんなにさ、この前ご飯食べた時はさ、話盛り上がってるんですか、今いけない。浜崎あゆみって顔浮かぶ？顔浮かぶ。え、世代よ。世代？世代世代。衝撃なんだけど。どんな人なんだろう。名前は知ってるんですよ。あ、そういうことね。はい。名前は知ってるけど、ちょっとパッと浮かんでこないみたいな。そうです。マニアの人ですよね。そうです。そんぐらい、このヤング世代がやってるお店ってことですよ。これが。僕、休日と同い年なんですけど。同い年ね。逆に知らないのかな。あ、僕方も結構全然知らない人なんですよ。いろいろと。何これ。ネクタイです。わ、めっちゃいいやん、これ。エイトボールの。エイトボールの。渋。面白いですよ、ね。いや、今ちょっとエイトボールブームじゃないですか。ブームですね。ステューシーのおかげで。ね。あ、これ古着？古着になります。めっちゃいいじゃんこれ。僕らオンライン強いのにこれオンラインで販売してないっていう。あ、けどなんか店頭でさ、まあ、なんかアップする前に売れちゃいそうな感じありますけどね。ここのとかはちょくちょくオンライン出さずに店頭限定でやったものがありますね。カバンであったり。すげえこれ。ただ店頭限定で販売してますとも言ってないので、そこら辺ガバガバなんですよ。いいんじゃない？なんかそういうさ、あのウェブにも載ってないけど来たらなんか見つけられるってさ、良くないですか？店舗のいいところですよね。で本当に本当に。最近さ、ウェブで何でも買えちゃうからさ、逆にそういうところが来る意味があるというか、うん、めっちゃいいじゃん、なんかストライプのシャツとか確かに、でベースボールキャップかぶってみたいな、これいいな、候補だな、おこれ候補ですよ、これは、なんかね、最近僕の、この、ありがとうございます、クオンさんのイメージなんですけど、はい、テーラージャケットが強いイメージが、あ、もう全員来ますね、テーラージャケットは、ね、すごいみんなお着用されてるイメージなんで、多分集合写真をみんなでいろんなテーラードジャケットの着方をしたやつを載せたんで、それが結構印象残ってるのかなっていう風に、もうみんな普通にスタイルとしてテーラードが好きってことなんですか？あ、そうです、たまたま。いいっすね、こういうちょっとね、なんかウエスタンデザインのやつ最近めっちゃやってるじゃないですか、うんうんうん、ちゃんと押さえてますね、かっこよこれ、うんうん、これも全部古着っすか？古着になります。いいですね、綺麗な状態の古着ばっかり置いてますね。そうなんですよ、状態がすごく良くて、しかもドメスティックブランドがああいうとなんかスッとなんか合わせられてるとか、はいはい、なんか周波数が合ってる洋服が本当に多いっていう。あ、これめっちゃいいね、これとか。ヒンズがセットで付いてたりっていう。あ、そうなのこれ、はい、綺麗、仕立てもこれがなんかお客さん的には、うん、これもしっかりスタッフさんに選んでもらったら安心して買えるみたいな方が多くて。なるほど、まあ、確かにあのさ、ピンバッジちょっと流行ってるじゃないですか、はいはい、何つけていいか分かんないっていうのは正直あるよね。ありますね、これつけていいのみたいな。あ、このキッポラピンバッジはこれはウィキッドっていうところのラインと、うんうん、ツイストっていう同い年の子がやってるブランドなんですね。バッジブランドがあるんですけど、これが だいたい800円とか1500円ぐらいで買えるやつ、うん、安いっすね、お手頃で。でピンズの代わりって言ったらなんですけど、うん、そういうのをこういうところにつけるといいのかなと思って提案させていただいてます、あ、いいっす。あ、確かにクオンのスタッフの方なんかこのなんかついてるイメージある。キュウジ君よくねめっちゃつけてます、ね、ついてるよね、よく。今日に限って俺ら何もつけてないっていう。あ、そういうあるある、あれそういうのあります、ね、はい、なんかイメージあるものをなんかふと会った時につけてないとなんかがっかりされる時。俺エアフォース大好きで、はいはいはい、よく履いてるんですけど、うん、なんか人に会う時に履いてないと、あ、今日エアフォースじゃないんですね、今日は。そうですよ、さすがに。そうなんですけど、何かちょっとがっかりされる時ありますよね、はいはい、あれ、これはさっき言った、あ、そうです、しきたりというパンツの専門のプロジェクトで。いやなんか最近絶好調って話だけは聞いてますけれども、すごいですね、ありがたいことに、ね、もう再販早くしてくれっていう、うんうんうん、もうあの敬語もないメッセージが来ます。再販いつって怒られてます。わかりますよ、僕もあのカスタマーサポートやってはいはいすぐわかります。これあれですよね、ブランドのコンセプト的になんか古着でなんかあったデザインを現代風にみたいな。僕らが年間で多分見てる古着の量が何万着だ、うん、そうだよね、ですもう何万着の中でパンツの、うん、シルエットがいいなって思うのが、うん、月に、いや半年に3本あるかどうかみたいな、あ、いやなんかあるよね、感じですね。こういうやつで作ってるのとかさ、本当にしかも今めっちゃ攻めてる形だなみたいな。そうですね、ありますもんね、これそういうのを採用して。面白い。プラスちょっと海外の古着買い付けなので、あのウエストとかでかかったりするんですよね。アジア人体型ではないのをアジア人体型に変えて提案したら結構皆さんに刺さったっていう感じで。すごいっすよね、なんか最近はこのなんかサイズになんかスタッツが入ってたりとか、はい、こういうアイテムなんか販売されてるイメージがありますね。完全に僕の好みも入ってます、はい、あ、いやでもそういうもんですよ。一番新しいアイテムはこれですか？一番新しい、これは前回販売して完売してて今なんかあの転売されてますね。転売
あ、そうなの、はい、ウエストのなんか面白いね、仕様とか。そうです、3本の線が入ったタックと、ね、ウエスト安調のこのベルトループとかいろいろ結構あって、それこそね、普段からさ、ウエスタン系のアイテムだったりとか、その70年代の古着とかから、はい、そういうところからなんかインスパイアをちゃんと感じるというか、はい、そうですね。はい、またまだこれだってまだ奥にも売り場あるじゃないですか。あります、見応えあるっすね結構な物量ではあると思いますね。そうだよね、ここのゾーンはここのゾーンはまたクオンとは別なんですけど、うん、会社でやってるエクシードっていう、ちょっとクオンよりは単価が安めで、はい、うん、でかつユニセックスなデザイン、男女共に着れるようなデザインを集めたのがこのエクシードっていう。そうなんだ、古着になります。あ、そうですね。何これ、よく見たらヤンキースじゃん。そうなんですよ。何これ、なかなか見つからないと思います。これはなかなか見ないですよこれ可愛い、なんかラッパー着てそうじゃん。確かに、これめっちゃいいじゃん。これ春夏感一気に出て、これディッキーズのベージュのなんかバカでかいショーツ、あーいいですね。白ニットキャップちょっと被っていいな、これ。しかもジャージ素材だし着やすいんですよ。なんかヤンキースじゃネイビーのイメージあるからさ、うんうんうん、こんなアイテムあるんですね。なんかあそこにかかってる、これも、はい、めちゃ可愛いし、お目が高いです本当に。これ可愛い、しかもこれあれなんですね、柄よく見るとペイズリーなんですよね。しかもなんかラインストーンみたいなやつ、ラメが入ってます。ラメというかラインストーン、ビーズ感ね、入ってて、いや今日オートス感もあるから、なんかこういうねペイズリー柄ってさ、結構ファッションシーンで定番に残ってますけど、はい、こういうねオートス柄と全然また変化が出るという、うんうんうん、すごいねこれ。最近のシャネルの菅田将暉さんが着てたジャケットになんとなく雰囲気が出てる。なるほどね、じゃあそういうやっぱ何かはやっぱキャッチしてんだね。モノトーンの状態もめちゃめちゃいいっすね。めちゃくちゃいいっす。そう、なんかこのお店にある古着全体的に見させてもらったんですけど、状態がいいんで古着初心者の方にも、そうですね、着やすいですね。ね、でこうやって実際になんか選んでもらって、はい、並んでるし、意外と古着屋さんのあるあるで、なんかあの安いところだとなんかセレクトしてるっていうよりかはなんかもうマップで買ってるから、うんうん、はい、なんかそのお客様が自分で選ばなきゃいけないっていうので、はい、逆に失敗につながるんですけど、このお店に置いてるやつは一回バイヤーさんの目に通ったやつが置いてあるんですよね。はい、いいっすね。バイヤーが一回選んできた、海外のバイヤーが一回選んできたやつをさらに僕らのフィルターを通して選ぶんで、それは間違いないね。これ実は意外と言わないと分かんないですよね。分かんないです、全然言わないからね。言いないよ、言いない。いや、だって皆さんって SNS めちゃめちゃやってますよね。そういうところ言わないんですよ、ね、あ、見たらわかるでしょみたいな変なスタンスで。 ありますよ、そういうのあるある、言わない美学みたいな。そうです、そうです。あります。あ、こっちも、はい、あ、シャツとか、いや、こんなんさ、メルシャツなんか何枚あってもいいからね。これはまた別の方が仕入れたりしてて、あ、そうなんだ、チームの中で、はい、いいね、いろんなエッセンスを取り入れてますね。このなんかいなたい感じの、あ、オンブレとかもあって、確かにお値段もね手に取りやすいから、あ、はい、リムも、あ、トラックジャケットもね、もっとあったんすけどね、めちゃくちゃすぐ消えますね。本当に動くの早いからね、ここら辺。あ、結構オールドキャップとかもあったり、はい、まあ、本当なんかいろんなジャンル網羅してるから、なんかあるね、欲しい、なんかあるんですよ、なんかあるように頑張ってます。だってもはやこういうねオールドのセリフとか、はい、こういうのもあったりして、すごいな。オールドのグッチもあるんですよね。あ、すげえ、これなんか夏とかにね、はい、さっと持ってたら、おっしゃー。お値段とかいくらぐらいなんですかね、これ。それは1万2000円ですね。安っ。結構安めでやってます。安いね、いいな。なんかこれ普通にあの白 T 着て、なんかパンツなんかタックインしてラフに着てる時にこれ持つみたいな。はい、あ、よく見たらグッチ、ほんでオールドやんってなればいいなっていう。こんなおしゃポイント2、3本入ってるやんみたいな。いいですね。ちょっとなんか気になるアイテム、ちょっと軽く試着していっていいですか。ありがとうございます。ぜひ。しゃ、はい、というわけでですね、ちょっと試着に移る前に、あの、気になったアイテムをちょっといくつか、あのね、見てもらおうと思うんですけど、あのね、まずこちら、はい、ソルっていうブランドのフリンジみたいなシャツですね。ここにね、なんかね、これ模様のところに沿ってフリンジが入ってたりとかするんですけど、バッとよく見るとね、見て、ストライプ柄になってて、なんかね、探すとやっぱないし、これはね、古着とかでもないし、ただやっぱシャツなんでね、あの、長袖、袖まくればさ、全然夏着れるしさ、うん、自分ブロードのシャツとか、オックスフォードとか、あとね、チェックとかね、そういうの持ってるんですけど、こういうギミックの入ってるシャツ、実は持ってなくて、ちょっと実は気になったんですよね。で、次が、こちら。さっきも言ってた、ベースマークのデニムっすね。これね、しかもね、俺のサイズがちょっとあって、L サイズが。まあ、チノパンね、欲しかったんだけど、同じぐらいちょっとデニム気になってたよ。これね、多分もうちょっとしたら、もっと人気でね、多分買えなくなると思うんですよ。今でもね、あの、扱ってるショップさん、ね、まだまだ少ないんですけど、あるショップはね、もうほとんど完売というか、これなんか上にね、小さい T シャツとか、タックインして着ても可愛いんじゃないかと思って。
気になってるのと、あとはですね、ちょっとね、一部古着とかもあるんですけど、こんな感じ。じゃん。なんかこのね、胸元が編み込みになってる。でね、肩のところがね、なんか、異素材で切り替わってるんですよ。なんか、スウェードレザーとかではないんですけど、こんな感じで。うん、長袖のプローバーみたいな感じですね。もちろんね、このまま普通に着るのもいいですし、なんかショートパンツの上にガッと着るというか、うん。でもいいっすよね。なんかね、こんな感じになってるからさ、まあ、これ胸元もしっかり開いてるデザインだから、中にパーカーとか着ても可愛いかなと思って。結構ね、幅広いんですよ。これはね、さっき細かく、はい、ご紹介させてもらった、ベイズリー柄のアイテムですね。ラインストーンがね、本当に綺麗に入ってて、で状態もね、本当バキバキに良くて、これ本当に。デッドストックなんじゃないかっていうぐらい綺麗で。うん。でね、あと、ジャケット。やっぱね、フヨンさん、ジャケットが多いんで、古着でね、このシルエットの良さとか、この状態の良さ、貴重だと思うんですよね。で、値段もね、なんか2万円中盤ぐらいで、この手のジャケットってね、もう付けようと思うと本当に高くて、高円寺とかでも結構、ね、70年代とか80年代の、この手のジャケット、もうめちゃめちゃ強気なね、ショップさん多いんで、実は結構手に取りやすかったりして。さあ、こちら、はい。トムワークスっていうね、ブランドらしくて、で、これが全部ね、オールハンドメイドらしくて、えぐくない?で、これが別注なんですよね。はい、別注になります。いいなぁ。なんかね、あのね、ポケットデザインとか、すごくね、ギミック効いてるんですよ、サイドとか。いや、ステッチもね、なんかブラックにもオレンジっていう。なんかちょっとワーク感というか、武骨感がまた良くて。好きじゃん、こんな。これかっこいいね。かっこいいですね。別注した僕なんですけど。おぉ!かっこよすぎてよ。週に4回ぐらい俺履いて出勤してるよね、これ。間違いだね。あ、けどこれで履いてるイメージあるよ。ずっと履いてます。これか!これで。これだったのか。これが絞れるんで、足元が。あ、裾ね。はい、裾が絞れて、ツーウェイって感じですね、これ。これ好きだなぁ。ちょっとこの中から、はい、ちょっと一部ちょっと試着していいですか?あ、ぜひ。お願いします。はい。着替えたんですけれども、このシャツがソル?ソルになります。の、このフリンジの。そうですね。ストライプの、あれに、斜め線のジャガードシャツで、ね。ジャガード入ってて、これがベースマークのデニムですね。はい。やっぱいいね。めちゃくちゃいいです。このボリューム感すごくない?この両弱。これ。に、はい。覗くの、はい。これ垂らすとさ、クオンっぽくなるね。全員垂らしてるんで、そうなっちゃいますよね。そう、いや、けど、これいいなでもなんか、僕らが垂らし出してから結構垂らす人増えたんかなっていう。増えた。めちゃくちゃ増えた気がします。そうだよね。いや、これ全身いいな。なんか上のさ、シャツの色とさ、この覗くの、はい。アクセサリーがさ、色拾ってて、こんなん。春夏感満載の。こんな全身完成したよ。こんなん。いや、これ迷うな、いきなり。いいね、これ。ちょっと全身があるな。ちょっともうワンコーデ気になってるやつあるので、はい、ちょっと着替えていってもいいですか?はい、ぜひ。はい、通行で目。これが古着かな?はい、古着。ジャケットっすよね。このラインストーンというか、もうめちゃめちゃバチバチの。オンラインじゃ伝わらないんですよね、これが。伝わらないね。近くで見ると動くと、光の反射。光るんだけど、すげえ。なんかもうラッパーになった感じがする。ラッパーになった感じ。で、パンツっすよ。はい。これが大問題ってぐらいかっこいいね、これ。これは大問題です。このギミックいいね。この立体的なポケットと、ブラックにこのオレンジのステッチがさ、はい、バチバチ効いてんのよ、これが。で、意外と全体的にはワイドなんだけど、腰回りとかはそんなになんかワイドじゃないから、なんかシルエットが落ち着いてるというか。はい、これいいね。ブーツとか履きたいね。僕はブーツでよく履いてますね。うん、なんかボリュームあるブーツと合わせたりとか。で、これシルエット変えられるんですか?変えれます。なんかね、この。絞ることができるので。あれ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 。こうやってね。また男心くすぐられる。くすぐるよね。あ、全然変わるじゃん。そうなんですよ。いいね、これ。なるほど。はい。これは、ツボですね。これはツボですよ。迷うな。これ普段だったらオーダーしてもらって 1ヶ月から2ヶ月後にお届けなんですけど、うん、これあの先に出来上がったあのラスト1着の。あ、マジで?そうなんですよ。これは魔法の言葉じゃん。ラスト1着?たまたまですけど。マジか。これオンラインにも載せてないんで在庫あるんですけど。オンライン載ってねえの多いな。オンラインで在庫だけど、だからなんかあれだね、来るとあの結構新たな発見あるんだね。オンラインでも結構な物流あるけど、はい、さらに普通にオンラインの作業が追いついてないだけです。いやいやいや、けどそれがね、相まってなんか急成長を感じますし、やっぱお店にしかないってやつがあるのは、はい、結構俺現場派なんで、あ、嬉しいっすよ、やっぱり。ちょっとさっき試着やつの下でもいいから、ちょっと考える時間もらっていいですか。そうですね、今日のウルマさんの予算30万っすもんね。たっけえな。いや、けど30万だったらまあまあ買えます。まあまあ買えます。まあまあ買え
なんかめっちゃ高いって思われてるんですけど、お手頃なやつ結構多いんで。そう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 なのよ。だからあの年々1万円アンダーのアイテムとかも多いし、うん、ちょっと考えていいですか。はいはい、というわけでですね、ちょっと試着をした結果こちらの3点をどうかなと。なんで1つ目のコーデですね。はいはい、もうちょっと全身自分的にはバチバチにちょっと決まったな感がありまして、めちゃめちゃかっこよかったです。ちょっと欲しくて。うるまさん感ありながらクオン感もあって、そうそう、いい塩梅でね、春夏感も入ってもマッチしましたね。そうそうそう、ありがとうございます。じゃあちょっとこの3点買わせていただきまして、いやだけどほんとね、さまざまなジャンルの服があるんで、あの欲しいやつ絶対見つかると思います。これ小物もあるしね。はい、ありがとうございます。僕らも自信を持って服を並べておりますので、ぜひご予約してみてください。今までで一番強いカメラマンの言葉。お会計が91,300円です。ありがとうございます。すごい。じゃん、というわけで貸していただきました。ありがとうございます。今日はなんか接客もカメラも本当ありがとうございます。いやいや全然全然全然。いやけど本当にさっきもちょっと言ったんですけど、はい、幅広い展開をされてるし、はい、今のフィルターでセレクトしてるアイテムが本当に多かったので、うん、なんか幅広いなんか年齢層とかジャンルにはまるんじゃないかなって、うん、でこれがあのいろんな方の目を通してセレクトしたお店のいいところかなと思うので、はい、ぜひですね、あれですよね、なんかフラットは来ることができないんで予約ですよね。完全予約制ですね。わかりました。じゃあですね、この動画の概要欄の方にですね、はい、お店 あのインスタのアカウントだったりとかあのホームページに載せているので、そちらからぜひですね、気になった方は予約していただいて、多分あのこれからも入荷がガンガンありますよね。ガンガン毎週しております。あ、毎週毎週しております。というところなので、あのぜひですね、もうドメブラ好きな方もそうですし、古着好きな方もそうですし、もう服好きの方にマジで刺さるアイテムがあるので、ぜひですね、遊びてもらえたと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。